オレンジカフェ時刻は2時半を回りましたオレンジカフェの時間です MC は福岡県若年性認知症サポートセンターのセンター長をしております阿部がお送りさせていただきますこの番組はギノワヒルズ通り FM ギノワ海の見える素敵なスタジオより今回も収録でこの後3時まで放送させていただきますよろしくお願いします皆様最後までお付き合いください この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m また、FMguino1 ではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FMguino1 のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。また、サイマラ放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリリスラジカ、 毎中なラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので皆さんのご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいねよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますと2人です頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい。実はあの、はい、この収録なんですけどそれが前日に今収録してるんですけど、はい、今日ですね阿部さんコロナ 沖縄で350人超えじゃないいかっていう、はいはいうん、そうですね皆さんが押しかけていったのが多分原因なんじゃないかと思うんですが <laughs> なかなか外最近外というよりはやっぱ、はい、こう自粛疲れというかな<ー>ずっと緊急事態宣言が出てるのでなるほどもう切れてきたんじゃないかなって感じはしますけどね。 なるほど、みんなあのお酒飲むの大好きな文化ですから、集まってワイワイがですね。それができないってつらいですよね。つ、ね、いですね。うん、若い人たちは特に、この時期って、それが楽しい時期じゃないですか。そうですね。うん、でも、私たちなんか逆に外からだと、うん、今沖縄に行くのは沖縄の人たちにとって、とても失礼なことだって思うんですよ。おいおいなんか不安をもっと不安にさせる。だから本当は。 いい関係だったことが壊れてしまうんじゃないかって心配するんですよああだから中にいる人と私たち外から見るときでは、うん、沖縄って島じゃないですか、はい、だから限られた病院しかないしじゃあここから運ぶって言っても、うん、運ぶの大変じゃないですかそうなったときにやっぱり一番優先してもらうのは沖縄に住んでる人たちが病院に行くべきだって思っているので、うん、そういうことを考えたらやっぱりこう。 私たちその前の時も行った時にやっぱりこう市役所の人たちの中でもあの来たあの福岡とかこっちから来た人とは会わないようにというメールが回ったりとかしたって聞いた中でやっぱそういう負担をみんなにかけたくないなと思ってでもすごく気になるのは観光地じゃないですか、うんうんうん。そうですね だから観光地なななのにお金が落ちいいじゃないですかだかからなんか外からでも落とせる方法ないのかなってずっと考えてるんですけど沖縄の人って変ななとこでで遠慮気味じゃないですかあとあのー、<laughs> なんて言うんですかねなかなか点画線にならないというかそうですね、はい、だからそういうネットで販売するという仕組みを作ってるところもあるんですけどじゃあそれを取りまとめてやろうかっていうのが。うん うんうん今生まれてないんじゃないかなって感じがします。今あるなんですけどね。<laughs> なんかねそこはなんか線にならないんですよね。<laughs> おかしいですよねなんか誰かが旗振りしてここにおいでよってやればできるような気もするんですけどね、はい、例えば子ども食堂とかうん、うん、あとはあのなんていうんですかね皆さんでこうね、はい、ロスになるものを集めて配ったりとかっていうのはすごい活発に動いてるじゃないですか。そ,うそ,うその活動にしてもなかなか線になっていかないんですよね点でこうあちこちでやってるっていう感じがします。バラバラな なるほどですね、はい、でもなんかねもったいない気がしてなんかお手伝いできることがあったらこちらで買うことができたらみんなに買えませんかっていうことは私たち声かけたらいいだろうと思うんですけどでも本人たちがそう言ってないのを無理やりするのは違うんだなと思っていて <laughs> <に>そこが悩ましいですでもそんなや言って言くれるる方々もいるといとうのをですね。 逆に僕ら,も僕らはそういう大きな仕組みはもしかしたら作る技術はないのでそういうのを伝えるというのはできるのかなって気はしますね今すね沖縄の大好きな方々がそういうふうに言ってくれてるのでというのは。うんうん そうですね、はい、やっぱみんな何かしたいってきっと思ってるはずなんですよでオリオンビールがすごい動き出してて前なんかは外に売るっていうのはあまりなかったんだけど今ねオリオンビールの反則品も売ってますよオリオン、えー、前ほらちょちんとか売らなかったのが今家でオリオンタイムを楽しんでくださいとか売ったりしてるのでああネ,ネ,ネットで買えますああネットで はい、で、あの定期便とか行って、はいはい、はい、なんかあの要は今までは中でしか買えなかったものってあるじゃないですか、限定のビールとか、うんうん、それも外から買えるような仕組みになってます。ええ<ー>、私買いました。はい、<laughs> ありがたいですね。<laughs> え,え、エンダーのあのコラボしたやつは、あ、マってます。ますはいはい,はい、はい、あ,あれ、あれね、なんか前の時に狙ったら一週間もしないうちに島からなくなりましたって言われて。そうそう、大人気なんですよ。 そうす,すっごいショック受けてもう絶対買うぞと決めて買いました <laughs> 一ケース <laughs> ありがたいですねいや,いやいやでもやっぱいいんじゃないですかこの間はなんか、うん、あ,あのキーツマンゴーあの豊富城のキーツマンゴーとコラボしてやってましたねバ、うん、ターがやっぱそういうのって大事なような気しててそうですねだ、うん、だから大きい会社だと多分ポンポンン 資源力もあるのでできると思うんですけどなかなかやっぱりちっちゃいとことかあと飲食系やっぱ居酒屋系とかは結構潰れたりしてるところも多いのでそう,そうなんです,よすごく見ててみんなお持ち帰りを一生懸命されてるなっていうのもフェイスブックのそういったので見てて頑張ってほしいとか思って見てるんですけどやっぱりねお持ち帰りもいつまでもみんなお持ち帰りし続けてくれないから、うん、その時に。 この人たちがやっぱり残っていくために何ができるんだろうってすごく思っていて心配すごいしててだからきっとねん、うん、どううなんやろうって今だからもう経験したことなくて、うん、結局こういうことって行政側も多分したことがないので、うん、あの安部さんたちは土壌として思ったんですけど、うん、今。 行政にあんまり頼ってなくやってるじゃないですか。っていうのも福祉のまあこれ勝手な偏見ですよ。福祉の人たちいい安倍さんとかその安倍さんの周りの人たちこの前あの何年か前飲んだ時に、はい、行政を頼ってない感じがするんですよ。と、うん、いうのも一、うん、回やっぱ福祉だから頼るけどそこでもう何て言うのかなあ折り合い が合わなくて、離れちゃったみたいな人たちが多いのかなって気がして。なるほど。はい。あの、でもね、今回のコロナがあって。はい。 守られてののは福祉の人たちだと思いますよ私だって飲食店の人とか、はい、逆に飲食店につながってる人たちってなかなかそんな風になならないじゃないですかでも福祉って言ったら高齢者が行ったり障害者が行ったりする場所だから絶対にないと困るわけですよ。でそこでコロナが出ることは国としても一番怖いことなんですよね。<ー>なのでそ補助金すごい出してましたよ。 私たちも補助金いただいてあだあのぶ,ぶっちゃけ話ですよ補助金もらって、はい、空気清浄機を買うお金をもらったりとかそういうのはその施設の規模によって補助金が出てきました、うん、そんなん普通飲食店とかもらえないじゃないですか事業だったらだからそういうところでは すごい恵まれてると思ったしあとデイサービスやってると、はい、あの来る人が減ってくると潰れると困るんですよ社会資源だから。はい、なので、はい、介護保険のところに上乗せが少しあったりとか。でもそういうことってみんな言わないじゃないですか。そうです、ね、だから、うん あれだけど私すごいそういうところで助けられてるというかうんうんやってるんだなって思うんですだからその分飲食店の人たちとなんかコラボできたりしたらいいなと思ったら。 あの彼女ですよこの間出てくれたあの山の上にいた彼女がいましたよね高尾さんの,のそうです高尾さんの山にいた彼女は箱根の温泉旅館の人たちが仕事がなくなったんですよ <laughs>、うん、それでその人たちと人事交流しようと言って、うん、その人たちが自分たちの介護の職場に働きに来てもらって、はい、で介護の職場の人がお休みをもらうっていうことをやってましたあは。 そうすると今後そこのコロナ禍が終わった時でもその箱根の温泉旅館が認知症の人が来ても高齢者が来ても対応できる売りができるっていうんだけどそういうふうな発想がしていけたらねすごくいいのになって思うんだけどやはりここもなかなか。 こう皆さんんこううねででにななってるそで,ですだからすごくそういうところがね、うん、って思ったりするところがあるんですけど。ですねだから僕もそうなんですけど、うん、行政に頼りきりっていうのがちょっとまずいなってこの緊急事態になってうん、うん、やっぱり自分なんかで考えていってつながっていかないとって今安倍さんの話聞いてて思いました。ですね。結構頼り,きりすぎてんのかなって気も。うん、いや あの必要な時っていうのは、やっぱり向こうも必要な時なので、ただ私はいつも対等だと思ってます。よく行政と付き合う時に、行政に対して、うん。 皆さんこうどうしかって言ったら気を使われる方が多いんですね。そうですね。で、私もこういう活動をずっとやってきて、愛人にだけはなりたくないってずっと思ってるんですよ。<laughs> 行政の愛人にはなりたくない。<laughs> 面白い表現ですね。す <laughs> そうなんです。<laughs> 要はやっぱり付き合う上はおひなひなったっていうか、はい、そこで付き合っていきたいし、んなんか都合のいい時だけ都合のいいように使われるようなはい、はい、そんな生き方はしたくないっていうのうちょっといろんなことがあって経験して思ったんです。 なるほどね、だから愛人にはなりませんってはっきり言いますけどだからねその辺がこの先のキーワードかなって気もしますね、うん、やっぱりそうですねはいくっていうそうですね、はい、やっぱウィンウィンの関係って大事でだから自分もあのお互い様っていうところだからそれをやっていくからいい関係であれるんであってやっぱりこう なんだろう認めてくれたら行政も変わるんですよ分かってくれたら今もこの、あのー、放送の前にちょっと行政にお電話する機会があったんですけどうん、うん、なぜ私がそういうふうに行政に言ってるかっていうことが最初分からなかったんですよだから「なんでですかどうしてですか?」って相手は言われてたんですけどカクカクしかじかでやっぱり。 縦じゃなくって横につながっていかないとダメなんですよねって話をしたら分かってくれて「うん、この制度もありますよね」って「これ使えないんですか?」って言ったら「あ忘れてました」って正直にその方と言われてだからそれは必要ですねって言ってくださったので、うん、だからやっぱりそこは諦めないで分からないからいいやって引くんじゃなくて分かってもらうようにこっちが話をするってことは大事かなと思います。 なるほどわかりました、うん、それでは安倍さん、はい、一旦 CM いきましょうねはい、はい、お願いします一旦 CM です全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています現在はコロナ相談室も開設しています03-6380-0166全国若年認知症協議会 NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です認知症の人と走るラントもビーオレンジというまちづくり基金の女性活動など地域の中に安心と信頼を認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんかおばあちゃん膝痛いの大丈夫、うん、お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。 だからいつも笑顔なんだ、うんうん、あんたも自分の好きなことした方がいいようん何歳になっても可能性を持ち続ける社会にウェルビーイングな日常を生み出す人企業を育むトラピはい、えー、オレンジカフェ今日は収録でお送りしています安倍さんとつながっておりますはいよろしくお願いします堅苦しい話になったらごめんなさい <laughs> いやいやでも面白いですね <laughs> なんか,うかこういう機会が、はい ああれば結構いろんな話ががでできるので、はい、ありがとうごだからすごく山内さんがされている企業としてやっている助け合い的な発想ってすごくこれから重要になると思うんですね。というのは、はい、住民だけがやっていると参加できない人が参加しているでしょう例えば大学生だったり。でやっぱりそういうのって住民だけがやっているとやっぱりこの地域の住民のこの 集まりっていう中に新たに大学生が入るっていうのは結構難しかったりするんですけどただ、えっと、東京とかなどっかで、うん、そこの地域のところに安く団地なんですけどそこに住める代わりにあの地域の活動に年間何回か必ず手伝う<ー>そうすればあなたたちはここの団地に安く住めますよっていうことでやってると思います。はい、面白いですね うん、そうすると若い人が草取りしてくれると、うん、高齢者がガぜン張り切るっていうのもあるしあと最近、いケアさんって言ってあ,のあるんですけど、はい、あの鎌倉というか向こうの方にあるんですけど、はい、あっちがどこだったかなちょっと住所がわからないので神,神奈川県にあるんですけど、うん、そこで、ね、やってるのは伸びしろハウスってされてるみたいでね、うん、そこには高齢者がちょっと多めに家賃を払うけど、うん、そこに入る学生さんは家賃安く入る。 はあ、その代わり関わりを持ってねみたいな雰囲気を作るってうそうですそうです,あかすごく最近いろんな仕組みができててあのぜひあのえっとなんていうんですかコインランドリーうん、うん、コインランドリーを面白く使ってるとこもあります。だからいろんな すすすごいです、ね、いででねねろんんなアアイディアがあるそうなんですよだかからコインランラドリー今きれいじゃないですかいですそうするとそのコインランドリーのところの一角で、はい、あのちょっとあの皆さんでお茶が飲めたりとかサークルができたりとかするそういうスペース作ってるところもあったりします。ああうちの知り合いにですねコインランドリーやってる人がいて、うん、その人が結構地域のそういったのをやりたがってるのでうん、うん、おすすめしときます。はい ああおすすめされてくだんか本当にあのそうすることによって地域の人って昔は家においでってやってたじゃないですか今なかなか家においいでではないんですよね,そうですねみんな自分の空間に入ってほしくないから、うん、だからちょっと外でみんなでお話ができたりとか、うんうん、そういうことができるっていうのがあったらいいしはい、はい、逆にそのコインランドリーの人もお掃除してもらったら助かるんだったらお掃除してもらったらここ使っていいよとか。 そういういいいい条件つけてもいいかもかしれないです飛行機とちりとりだけ置いといてここをちゃんと掃除してくれるんだったら <laughs> うちはあのここであの皆さんがおしゃべりの場をしてもいいですよとかただ飲食とか今こんな時だからできないけどおしゃべりだったらどうぞって空調を聞いてるし逆にあの座っておしゃべりしてくださってるだけでも悪いことする人は入りづらかったりするじゃないですか。そういうふうういいふにお互いがやっぱりこう なんていうか対等じゃないんですけどあの、ね、こっちにとってもいいしこっちにとってもいいっていうものを作っていけば意外と続くのかなと。だからあの僕この前ですねなんか地域コーディネーター養成講座っていうのが技能ンであって、はいはい、あはい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 そうそうそれが今別のとこがやってるんですけどそれにちょっと参加してきたんですけどはい、はい、で僕はその今僕らが。 こうラジオしててくれてる要するに安倍さんとかそういった方々が資源であるというのにの方々とい話してるうちに気づいたんですよあなるほどこの人材が資源だなとこれは地域にも還元できるし、ね、いろんなとこに還元できるなっていうのがあってただそこにだから今言ったコインランドリーをどういうふうにして資源と捉えるかっていうこの発想の転換っていうんですかね。 はい、そういったのがなかなかできないなと思って、うん、普段。ああ、なるほどどんなしてるんですかねど,どんなふうな切り替えでやってるのかっていうのがちょっとうんそうですね、うん、例えばあのそこを使ってる人たちに聞くのもいいんじゃないですか、はい、あだからそこを使ってる人たちにここを例えば皆さんのお話し場にしたいと思いますかどう思いますかってシールを置いといてみんなにシール貼ってもらっていいんな感じゃないですか そ,うそしてみんなが同意したことだったらできるよねっていう感じにしないと「いいですよいいですよ」いいすよって言ったら気が付いたら変なたまり場にな困るわけだから <laughs> か<に>だからこういったルールでここをそういうふうに開放したいと思ったんですが、うん、皆さんはどう思いますか「いいですか?」とか「悪い,い,、はい」とかそういうのだけは丸い百均にいたらシールあれやないですかあれをボードを作って,って貼ってもらうだけでいいんじゃないですか期限決めてまずはそれで皆さんの意向を聞く。ははははいはい、はいい うん、あのお客さんの意向を聞くでその他で書きたいことがあったら買ってはっ取ってくださいっていうのがあったらそれを聞くんかそうしていくと、うん、みんなで決めたことだからどうぞみたいなことも言えるだろうし。はははいはい、はい あるしこれからその例えば私だと思うのはそのコインランドリーにスタンプを置いてあげて毎日そこに散歩来てスタンプをしてためれるとかあ<は>そういうのを社協とコラボするとかそしたらその人はいつも毎日散歩をすることで自分の評価もその手帳に反抗することによって見えてくるので運動したことが分かるって。 面白い人だからなんか面白い発想しないと絶対なんかやりたくないじゃないですか。そうですね。うん。だからなんかそういったことを地域の人たちと考えて、うん、このコース回ったら例えばスーパーにハンコがあるとかここにハンコあるとか言ってそしてそのスタンプラリーするんですよ。毎日スタンプラリーこうして回ってくれたら、うん、こんだけの元気つくよねって言ったら。 あの通いの場っていうのを今国進めてるけど、はいはい、通いの場っていうのはそこに行くことじゃなあの、そこの場で何かするんじゃなくて、うんうん、歩いて出かけていくことが大事なんですよ。歩くっていうことが、そうやって考えたら、移動通いの場をするわけですよ。皆さん。んだ、今日こんかったねとかなるわけで。あ、なるほど。そういうこともみんなで考えていくっていうのもあって、面白いのかなって思ったりするわけですよ。そういうアイデアが生まれるのが。 その前あのコロナになる前によく普天間とかで話し合いがあったじゃないですかうん、うん、さんのあれでそういったとこでやっぱり発想をどんどん膨らましていくみたいな感じですかね。 そうですね。やっぱりその地域の人がやりたくないことをやったって意味がないので。うん。うんで、地域の人が絶対こうしてほしいっていうのは、すべて行政が片付けるものではなくて。そうですね。やっぱり自分たちの力でやるっていうことを、どっかに置いちゃってるから。はい、うん、はい、はい。それができてくるといいかなって思ったりするんですね。そうです、ね。で、そこにいかにいろんな人が巻き込まれていく仕組みを作る。うん。仕組みやきっかけを作るってことを。 考えればいいのかないてこの前 FM 儀南からちょっと入った通りで椅子抜き通りってあるんですけど儀南のそこで朝から掃除してたんですよその通りを。で若い人からやっぱりお年寄りまでみんな一斉に掃除してて小学生も中学生とか高校生みたいな子もいてこういうのやっぱいいなと思っていて。だからこういった 活動はちょこちょょここやっぱ見るのでそれを広げてなんか行くきっかけというかそういったとこからスタートさせるっていうのも面白いのかなって気もしたんですよあれを見た時に結局そういうのも小学生若い子たちは参加してるわけですからそうですね,ねあんな汗だくになりながらやってたんですよみんな。うんうん 多分あのああいうお掃除って昔はみんな当たり前のようにやってたりしてたと思うんですけどね、はい、なかなかその集まって何かをするっていう機会が減ってきてるじゃないですか昔運動会があったりとか踊りがあったりとか,りとかいろいろあったのがなくなってくるのかで。でもお掃除することを 例えば FM 技能さんでするんだったら「一斉なんとかお掃除があります」とかそういうのをちょっと言ってあげるとかでこんなふうになりましたよとかいうことを報告してあげるっていうか。 それも一つの方法じゃないかなって、頑張った人たちとか言って、一番頑張った人たちとか言って。一人が二人が三人が名前言ってあげるとか。<laughs> はい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 。それだけでも、なかなかこういったあの電波に乗ることがないので、喜んだりするに違いますかね。ねそうですよね。しかも、それがまたうちの地域に。この根ざす役割っていうのが。感じますね。すごく。そうです、ね。しかも、面白いな、こんなことやってるとこないだろうし。うん,うん、面白いですね。 そうなんですやっぱりこうやってる人とかが面白くないと、うんはい、こういったこと続かないんですそうですねだからなんかいつもね何しようかなってワクワクしてやってみんな周りが巻き込まれて,てかわいそうなの次から次へと楽しそうにやってますよねそうなんですい,も、ね、もういろんなことあって苦しいこともあっても全部楽しい,いあこれはきっとそういうことなんだって思ってはははいはい、はい。うん。だからなんだろう私沖縄の人って結構ほら、うん 危ない目にあったら何か言いませんこれは魂が何と,、はい、とかが飛ぶ何とかっておまじないしたら戻るとか何か言いません、はいかそう。っていうと戻るとかね、うん、そういうのって他のとこにないのでなんか私そういうの大好きで、うん、なんか普通そういうのってみんな信じないけど若い人みんな信じてるじゃないですか。それがねなんかね大事にしてほしい文化だなと思うんですよ。なるほど 安倍さん,んそろそろお時間となってきました、はい、あっという間になりましたね,ですね取り留めない話でしたがい面白かったですねでもとても沖縄ってすごくゆいまわるの精神があるし、はい、今きっとそれもみんなあの疲れてきてるんだと思うんですよやっぱり誰かのために何かをしたいっていう前にも自分が疲れたらできないのでそういう時はぜひ自分をめでてあげてください こうやって頑張ってる私は偉いと言ってめでてあげてください。ぜひ、いつも、あの安い、あのビール買ってる人は。あの高いビール買って飲んでみてください。<laughs> そうですね。そうやってめでてもらえると、もう少しだから頑張れるんじゃないかなと、私も思ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。<laughs> はい、ますそれでは、オレンジカフェ以上です <laughs>、はい。はい、ありがとうございました。どうも。はい、さよなら。さよなら。